と2日頑張れば休める、そう考えてるでしょ。今のブローニャちゃんの姿、一緒に戦います。これ以上お姉ちゃんを傷つけさせない。外の世界は危険でいっぱいです。ゼーレ気をつけます。異常がどんどん消えていく。なのにどうしてブローニャお姉ちゃんたちの気配を感じ取ることができないの？下で一体何があったんだろう。ここでただ待ってるだけなんて嫌だよ。この景色をブローニャお姉ちゃんにも見せてあげたいな。外の世界は危険でいっぱいです。ゼーレ気をつけます。多分こっちで合ってるはず。この先で戦いがあったみたい。なのにブローニャお姉ちゃんもあのケビンの気配も。これ以上お姉ちゃんを傷つけさせない。
界は危険でいっぱいです。ゼーレ気をつけます。ゼーレ目的地に向かっています。ゼーレ了解しました。艦長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？艦長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？これ以上、お姉ちゃんを傷つけさせない。ここには誰もいない。そういえばヨルムンガンドの人たちもどこに行ったんだろう。クーちゃんの先生とかは地球に残ってるのかな。普段の月はこんなに人気がないんだね。うん、そんな風に考えると確かに怖くなくなってきたかも。ゼーレ、了解しました。ここの景色をブローニお姉ちゃんにも見せてあげたいな。これ以上、お姉ちゃんを傷つけさせない。待って、この先にいるのは、この気配は人間じゃない。お願い、もう一人の私。仕方ないわ。
にいるの？あなたが見えないの。怖がらないで、私はここにいるわ。ゼーレ！待って、まだ振り向かないで、もう少し待ってて。もういいわ。私を連れ去ったのよ。すごく苦労してやっと彼女から逃げられたの。ここに戻ってくるのも大変だったのよ。だからゼーレ、もっと私に優しく。よかった、無事に帰ってきてくれて。
者なの？ここは一体どこ？早く出てきなさい。出ないと痛い目に遭うことになるわよ。やっぱりあなたは彼女とそっくりね。彼女って何のこと？あなた一体誰なの？最後にもう一度忠告するけど、早く出てきなさい。出ないと一生後悔することになるわよ。はあ、本当にせっかちな子ね。ゼーレ、大丈夫？大丈夫よ。ここに戻ってくることもできたし、もう二度とヨルムンガンドの罠にはまったりしないわ。あいつ、私のことを勝手に天然のイデアだとか言ってきたのよ。それに、わけもわからないまま私たちを褒めてたわ。私に会いたかったでしょ？だからその願いを叶えてあげたの。珍しいわね、異なる魂と体を共有する人がいるなんて。あなたは知らないかもしれないけど、誰かに心を開くのってすごく難しいことなのよ。本当にあなたの敵になるつもりはないの。ただあなたと仲良くしたいだけ。とにかくあいつが小細工をしたせいで私はもういいわ。だからね、ずっとあいつに行動を制限されてたけど、なんとか隙を見つけてそこから逃げてきたの。そうやってゼーレのところに戻ってきたのよ。まったく、本当にわけのわからないやつだったわ。今度また私の前に現れたら絶対にひどい目に遭わせてやる。大丈夫。あなたが私のそばに戻ってきてくれたから、どんなことでも一緒に向き合える。あなたが戻ってきてくれたから。ええ。待って。どうかしたの、ゼーレ？今、ゼーレの仲間たちが。そういうことだったのね。ゼーレ、急いで下に向かいましょう。艦長、ゼーレをどこに連れ。これは…バカ！吸い込まれるつもり？プロニャお姉ちゃん…これは厄介なことになったわね。欲しいのみんなは元気かな？
界の景色、懐かしい。ここの景色をブローニャお姉ちゃんにも見せてあげたいな。この世界の景色、懐かしい。館長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？ここの景色をブローニャお姉ちゃんにも見せてあげたいな。館長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？ゼーレ、了解しました。この世界の景色、懐かしい。この景色をブローニャお姉ちゃんにも見せてあげたいな。欲しいのみんなは元気かな？外の世界は危険で、これ以上、お姉ちゃんを傷つけさせない。ここの景色をブローニャお姉ちゃんにも見せてあげたいな。この世界の景色、懐かしい。ゼーレ、目的地に向かっています。ゼーレ、了解しました。館長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？了解しました。わっ、危なかった。気をつけないと。いいですか？ゼーレ、了解しました。ゼーレをどこに連れて行く気ですか？
ここの景色をブローニャお姉ちゃんにも見せてあげたいな。この世界の景色、懐かしい。ここの景色をブローニャお姉ちゃんにも見せてあげたいな。この世界の景色、懐かしい。ここの景色をブローニャお姉ちゃんにも見せてあげたいな。コシーンのみんなは元気かな。この世界の景色、懐かしい。シーンのみんなは元気かな。ここの景色をブローニャお姉ちゃんにも見せてあげたいな。この世界の景色、懐かしい。この景色をブローニャお姉ちゃんにも見せてあげたいな。ゼーレ、目的地に向かっています。この世界の景色、懐かしい。この景色をブローニャお姉ちゃんにも見せてあげたいな。この世界の景色、懐かしい。ここの景色をブローニャお姉ちゃんにも見せてあげたいな。友か、敵か、選べ。先に言っておきます、ケビン。同行します。
だが、君がいなければこんな風に僕を閉じ込めることもできないだろう。そうかもしれませんね。でも私たちは彼女を甘やかしすぎじゃないですか。私が思いっきり体の支配権を奪ってたら、疲れ果ててこのブラックホールの奥でぶっ倒れるようなこともなかったのに。その言葉は少し矛盾しているように聞こえるが。そうでしょうか。一番矛盾してるのはこのフカという名前のバカじゃないですか。いつも真面目で全ての人と真剣に向き合う。でも結果はどうです。あのキアナという名のもう一人のバカ以外に本当の意味で彼女に優しくした人はいますか。これだから僕年人は、もっと早く私の言う通りにしていればこんな風になることもなかったのに。君は変わった。そうですか。まあ変わったのかもしれません。ほら、初めてあなたと会った時は本気で5割の確率で勝てると思っていましたから。本当にあなたは余計なことを言いませんよね。私でしたらそんな身の程を知らないバカに出会ったら思いっきり笑っていたと思いますよ。君は愚かではない。でなければこうして会話をすることもなかっただろう。一応四季の律者ですからね、空気くらいは読めますよ。相手を尊重してるからこそあなたがすぐにこの場を離れなかったってことも知ってます。たとえ僕がそうしていたとしても、ブラックホールの物理的性質から考えれば、すでに彼女は仲間たちのために数時間もの時を勝ち取っていたことになる。まるで終焉と対峙したかつてのあなたのように。その件とは原理が違うが、そう考えても構わない。何しろ成婚計画のように終焉を超えるには、彼女たちはこれから様々なことをしなければならない。どういう意味ですか？あなたは自分の失敗を期待してるんです？成婚計画は最悪の計画だ。僕は君たちと同じようにそう確信している。やっとわかりましたよ。
局あなたと牧年人は同類なんですね。あ、単に感想を述べただけで悪気はありません。世界を救うなんて気持ちはありませんからね。いや、四季の律者、君も火種の一つだ。はい。理解できなくても問題はない。5万年前のあの世界が現実に与える最後の影響の一つとでも思っておいてくれ。騒がしい崩壊の意識はすでに消えた。生まれながらにして律者であるものよ。この瞬間、君は眉から何を感じる？眉？何の話をしてるんです？なるほど。どうやらウサギの心配も理由がないわけではないようだ。ちょっと、どういう意味ですか？僕は終焉の角度から君たちと起源の距離を測っている。どうやらあなたは本当に終焉の力を盗んだみたいですね。正確に言うと、聖魂計画が終焉を乗っ取ったんだ。僕自身もそのうちの一部に過ぎない。それに何らかの違いはあるんですか？当然だ。これまで僕はキマイラ現象によって聖魂の中枢から力を得ることができたが、同じ原理から僕は終焉の鍵になれない。四季の律者、君は不破の記憶を持っている。わかるはずだ。スーでも不破でも僕でも、所詮最終的な計画の一つのピースに過ぎない。たとえメイ博士の暗示を受けたスーが最終的にあなたに武器を向けたとしても、当時の僕たちは冷静になる必要があったのに、それを失っていた。しかし君の言う通りだ。それでも僕たちは偽りの輪廻がこの世代で完全に終わることを願っている。何しろ星を並べるという行為は一度で全てが終わるわけではないからだ。
この服、一体何があったんでしょう。射撃開始、目標ポスト、ファイヤー。この装置は見た限りではダメです。完全に動作しません。むしろ見た目だけでした。あの姿はウェルト・ジョイスさん。なんとなくここから危険な気配を感じますが、今のところ他に手がかりはありません。調べましょう。ここなら大丈夫だ。怪我はないか、アレクシェーブナ。大丈夫です、マクシムおじさん。俺のことはボスと呼んでくれ。こんな商売をしてるといつ居候になるかわからん。そんな時におじさんなんて呼び名を聞きたくないからな。わかりました、ボスマクシムおじさん。さすがはアレクセイとアレクサンドラの娘だ。両親と同じくらい頑固だな。まあいい、別にお前を叱りたいわけじゃない。見ろ、数年間暮らしてきた家は完全にダメになった。その最後の姿を記憶に刻もう。これはブローニャが孤児院に行く前の記憶。ブローニャ、キアナ、よかった、やっぱり無事だったんだ。今誰かが火災現場からブローニャを連れ出していくのを見たんだけど、幻覚だよね。あれ、ブローニャ、いつその服に着替えたの？ブローニャもよくわかりません。ですが、キアナが今見た火災現場は、おそらく幻覚ではなく、ブローニャの記憶です。
あれは2011年の出来事でした。そういうことです。もしかしたら記憶に閉じ込められたキアナを見つけられたのはジョイスさんの意志が助けてくれたおかげなのかもしれません。でもブローニャの話によると、その件自体にも私たちの今の状況にもまだまだわからないことがたくさんあるんだよね。もちろん。なぜここは5万年前の月に見えるんでしょう。ブローニャはどうして当時の狙撃手の姿になったんでしょうか。それに、なぜブローニャにはベルト・ジョイスさんの姿が見えるんでしょう。ブローニャが自分の夢からキアナを解放できる理由は、あのウサギの役割は。とにかく答えられない問題が多すぎますし、ブローニャもまだ断りの律者の力を回復できていません。キアナは大丈夫ですか。うん、律者コアは安定してるし、エネルギーの流れも問題ないよ。ところでウサギのことなんだけど。理由はわからないんだけど、ゾッとするんだ。オットーやケビンと違って、むしろ空の律者みたいな圧迫感がある気がする。空の律者ですか。結構違うように見えますが。なんて言えばいいんだろう。彼女の性格や話し方とは関係なくて、存在のあり方自体の脅威みたいなものに近いかも。こういう言い方じゃうまく表現できないな。では分析しやすい部分から。あの人はベルト・ジョイスさんです。また現れました。お願い、もう一人の私。仕方ない。
ブローニャはこういった記憶のかけら、あるいは空間の隙間を調べました。そうしたらキアヌが現れたんです。じゃあ今回はもしかしたらメイ先輩が。キアヌ気をつけて。キアナちゃん、ブローニャちゃん、怪我をさせてないわよね。うん、大丈夫だよ。でもメイ先輩はやっぱりすごいね。ブローニャの助けがなくても、あの変な束縛から抜け出せたんだもん。あの幻覚自体が弱まったからかもしれないわ。あ、でも、ブローニャちゃん。なるほど。あれは断りの律者の記憶だったのね。メイ姉さん、何を見たんですか？私が見たのは、深い髪色の少年が白衣を着た人たちに問い詰められてた場面だった。名前は？どこに住んでいた？国籍は？でもその少年は別の質問を彼らにしていたの。俺は誰だって。ブローニャちゃんと関係があるし、ネゲントロピーに伝わってた姿と同じだった。おそらく彼がベルト・ジョイス、最初の断りの律者だと思うわ。ブローニャたちも時々現れる彼の姿を追ってここまで来ました。でもブローニャたちはウサギというより聖魂計画の力のせいで以前とほぼ同じ窮地に陥っていることを忘れてはいけません。それって私たちが今まで触れたものは全部ウサギの仕業かもしれないってこと？わかりませんが、何があっても今回は彼女の弱点を見つけその対応策を考える必要があります。でないと主導権はずっと相手に握られたままです。ええ、それにもう少し先の話も、どうやってケビンから主導権を奪うかも考えなくちゃ。それも難しい問題よね。うん、終焉の力に対抗して聖魂計画を超えるには少なくともネゲントロピーや天命の科学者のみんなと安定して連絡を取れるような環境が必要だと思う。あ、そういえばベルトたちはとっくにいくつかの計画を用意してる気がするんだ。何らかの理由があって私たちに教えてないだけで。とっくに？少なくとも1、2年前くらいには。それって私たちがまだセーフレイヤーにいた頃よね。キアナ、まさか。メイ先輩、ブローニャ、姫子先生と一緒に捕らえたあの幽霊戦艦のことを覚えてる？
もちろんです。ブローニャがメインシステムを解読しようとしたら、すでに操作権限が解放されていました。姫子先生は罠だと心配してましたね。その後、ブローニャのバイオチップは干渉を受けましたが、ニュージーランドで起きた事件から戦艦のシステムの異常とは無関係だと分かりました。そういえば、その後に起きた一連のことはどれもカカリアが関わってたけど、幽霊戦艦が何だったのかはずっと分からないままなのよね。当時、ブローニャは戦艦のメインコンピューターから変わったメールを発見しました。キアナへ、元気かい？14年の時を経て、ついにこの戦艦、ムーンライトスローンを君に返す時が来たよ。王座について、新しい世界を想像するんだ。でもその前に、4本の鍵を探さないといけない。制服の雷、疫病の炎、渇望の嵐、性質の死。そうそう、航行システムのパスワードは君の誕生日だからね。当時はうさんくさいと思ったけど、悪意は感じられなかった。セーフレイヤ学園に戻って戦艦を解析すれば全てが明らかになりそうとも言ってた気がするわ。でもその後は新たな問題が次から次へとやってきて、結局今でもその謎の戦艦については何もわからないままよね。ええ、ハイペリオンに移されたムーンライトスローンのエンジンはアインシュタイン博士とテスラ博士の作品ですが、あのメールはずっと謎のままでした。多分それはネゲントロピーが考えてた崩壊に関する元の計画と関係があるんだと思う。元の計画？あのメールはテスラ博士の仕業だと思うんだ。消去法で考えると結構わかりやすいよ。思えばネゲントロピーはムーンライトスローンの力を利用して私を助けようとしたんじゃないかな。シーリンが持ってた律者の力を私が奪えるようにね。でも支配の律者に勝った後、ネゲントロピーの人たちは誰もそのことを口にしなかったんだ。
すでに終わった話だからだと思いますが。事件自体はそうだけど、私が気になってるのは、当時どうして彼らは4つのジェムの力を私に持たせたいと考えたのかな。博士たちはオッドーと全然違うし、シーリンが持ってた力を求めてそんな計画を考えたとは思えないんだ。そういった視点で考えれば確かに怪しく感じてくるわね。でもキアナちゃん、まさかそれがシーリンじゃなくて終焉と関係があるって思ってるの？あくまで一つの推測だよ。でもよく考えたら違和感の説明がつく気がする。違和感？うん、博士たちと一緒にいるとたまに何らかの罪悪感が伝わってくるんだ。最初は私の体調が原因だって思ってたけど、今になってもそういった微妙な気配を感じるの。どうして博士たちに直接聞かないんですか？実はカロスタンに出発する前の夜、テスラ博士に聞いてみたんだ。メールを書いたのは認めてくれたけど、本当の意味で終焉の律者と対峙するまでネゲントロピーの計画にはまだ改善する余地がたくさんあるって言ってた。テスラ博士、どうして話をはぐらかしたのかしら。博士曰く、キアナ、学校にいた頃を思い出して。まだ完成してない作文をクラスメイトの前で読みたくないでしょ。それと同じだからって。つまりいい方に考えると、成婚計画以外の方法がないわけじゃないっていう証拠になるわね。どうしたの？私がこんなことを言うのはそんなにおかしいかしら。ううん、私はあ、キアナはやっぱりバカですね。メイ姉さんとあんなことをしておいて今さらそんな心配をしてるんですか。え、ブローニャブローニャちゃんは相変わらず厳しいわね。さて、いくら未来が心配だとしても、今の私たちはまだウサギに制限されてる。ケビンから主導権を奪うにはまずはウサギの影響を何とかしないと。まさか最初の断りの律者は私たちを導くためにわざと姿を見せたのかな。わかりません。でもそんなに単純じゃないかもしれません。ですが今のブローニャたちにとってそれは唯一の手がかりです。警戒しながら前に進みましょう。
ここにも干渉があります。おかしいわね。渡りガラスの返しだと、もう一人の私、ウサギはリツシャに興味がないはずなのに。何度も私たちを試してるけど、目的は一体何なのかしら。なるほど。私はこういった隙間から二人のそばにやってきたのね。でも今回ジョイスは現れなかった。はい、もしあれがジョイスさんの意思でしたら、この記憶には他の存在がないのかもしれません。それでも手がかりとして調査する価値があります。いや、誕生日おめでとう。これはブローニャへのプレゼントですか？お前の父さんからもらったんだ。ブラッドが片付けをしてくれた時これが出てきてな、お前の誕生日プレゼントにしようと思ったんだ。ありがとうございます。気にするな。小さな頃のアレクセイは彫刻家になりたがっていたから、兵士になってもこういうものをよく俺たちにくれたんだ。当時は特に気にしてなかったが、まさか今になってそういう金にならないものの多くが絶版したコレクションになるとはな。このウサギもですか？まさか。それが金になるならとっくに食い物と交換してるさ。食べ物はお金がかかります。ブローニャは分かってます。バカな子だな。昔はこんな風に難しくはなかったんだが、当時のシベリアはまだ一つの国で、争うことも自分のものが誰かに奪われることもなかった。第二次崩壊、そのせいで俺たちの土地は金にならない墓場になった。天命も国も俺たちを捨てた。結局のところ俺たちでさえ俺たちを捨てたしな。誰も真面目に働こうとしない。
武器を持った奴は強盗か、俺たちみたいに命を他人に売った奴だ。仕方ないだろ。こうでもしなきゃ生きていけないんだから。はぁ、あ。わかったか、アレクセイエヴナ。俺たちの生活はまともな生活とは違うんだ。このシベリアでまともな生活を送ってる奴なんていない。これは、ブローニャちゃんの子供の頃の出来事だったの？お見苦しいところを見せましたね。そんなことないよ。私もシベリアで育ったもん。あそこにいた人たちは確かに大変だった。マクシムおじさんはブローニャの父親アレクセイの戦友で幼なじみなんです。ブローニャは両親のことを知りません。物心がついた時からマクシムおじさんがブローニャの面倒を見て戦場で生きるコツを教えてくれました。それはブローニャちゃんがカカリアと出会う前のこと？はい、ブローニャが10歳の誕生日を迎えた時の話です。翌年の夏、家の修繕費を稼ごうとしたマクシムおじさんは仕事中に銃の暴発で死にました。その銃を撃ったのはブローニャより少し年上で初めて戦場に出た少年でした。マクシムおじさんのグループはそのまま解散しました。その冬、ブローニャは自分で稼ごうとして最終的に偶然カカリアお母様と出会いました。ブローニャちゃん、もう過ぎたことですから。ブローニャ、孤児院の子供たち、お母様とマクシムおじさん、すべてシベリアで暮らした普通の人間で特別なところはありません。三尺の氷は一日の寒気ではできない。あの土地の問題は一人の努力でどうにかできるものではありませんから。キアナの両親、それからネゲントロピーが多くの人たちを助けてくれましたが、第二次崩壊による社会的な衝撃と二次災害はあの土地の信仰を壊しました。国家の解体、戦争の爆発、平和だったシベリアは無法者の天国になりました。そうなったら数世代の時間をかけてもなかなか元には戻せません。でもそもそもブローニャの知ってる故郷は混乱に満ちていました。いつもの生活をなくした一世代前の人たちよりもむしろラッキーだったかもしれません。崩壊に打ち勝ったとしても、まだまだみんなでやらなければならないことがたくさんあるわね。というより、崩壊に勝つのは世界を変える第一歩なのかも。この完璧じゃない世界を変えるために一人一人が必要なんだ。デュランダルが言ったように、世界は一つのキャンバスで、その美しさは私たちがつける色次第で決まる。断りの律者が実は30万人の共通の思考であるのと同じようにですね。それはエリシアが十三英傑は一人でも欠けてはならないと主張した理由でもあるんでしょうね。
さて、これ以上歴史を掘り返しても現実の力にはなりません。そろそろ手がかりを探しに行きましょう。どう、カール。私の腕前はそんなに鈍ってないでしょ。そう女の子を喜ばせるのが上手になったわね。あなたがスマートになってくれたのに、そのいとこは海の向こうで新しい生活を始めないといけないなんて。
ねえ、正直に教えて。結構辛かったりする？まあいいわ、そう言うだろうと思ってたから。ようやく戦争が終わって、私はプリンストンで新しい研究を始め、あなたもベルリンに行って精神科医の仕事をする。これからの生活はどんどん忙しくなっていくんでしょうね。あなたね、いつもこういう時は真剣になるんだから。私たちは葉、サラサラと音を立てて嵐に応える。沈黙する。あなたは誰？私は小さな花。どう？この詩はあなたにぴったりでしょ？ブローニャは写真で見たことがあります。彼女はネゲントロピーの創始者の一人、エマ・プランク教授です。つまりアインシュタイン博士とテスラ博士の先生だよね。はい、それに彼女と初代断りの律者ベルト・ジョイスさんの間には複雑な何かがあるみたいです。でもまさかあのカール・グスタフの記憶もここにあるとは。断りの律者のコアはやっぱり厄介な状況に陥っているみたいです。具体的にはどんな状況なの？カール・グスタフは断りの律者コアを構築する30万分の1で、最初の部分の可能性が高いんです。つまり彼はベルト・ジョイスの存在の源というだけでなく、断りの律者の起点なんです。ですからおそらく聖魂計画の影響を受けた断りの律者のコアは物理的に分裂し解体され始めているという結論が得られます。分裂と解体？あ、別にそんなに怖いものではありません。断りの律者のコアはもともと30万人の思想によって構成されていますから、理論上抜けられる可能性もあります。でも断りの律者はまとまった概念ですから、二人のベルトさんもブローニャも30万人の思想を滑る能力があります。なので本当の問題は、どうやってこういう分散的な律者コアを聖魂計画の影響から逃すかです。それができればブローニャの力も回復するかもしれません。メイ先輩と私は難しいことにならなかったよ。あ、
私たちの立石王がブローニャの言う分散的なものじゃないからかな。それだけじゃないかもしれません。キアナやメイ姉さんとは違い、ブローニャは羽化を経験した律者ではありません。断りの律者のコアは一度も羽化を経験していないんですか？ああ、何しろベルト・ジョイスは初めから人類のために戦う律者だからな。彼は30万人分の思想の力で崩壊が人格を侵食しようとするのを防ぎ、文明を滅ぼすはずの力を人々の盾に変えたんだ。だからこそ他の律者と比べると断りの律者はとても特殊な存在なんだ。ここ数年間、ネゲントロピーは様々な方法でこのコアの出力を上げようとしたが、結果だけを見るとその効果は微々たるものだった。今でもジョイスが最後の戦いで見せた力に及ばないからな。そして君が見た通り、長空誌で羽化を経験したライデン・メイ、観測したパワーだけで計算すると彼女の力は俺たちをはるかに超えている。ジョイスよりも上だろう。他の証拠とともにアインはこう結論付けた。ベルト・ジョイスの誕生は羽化とは無関係で、断りの律者コアの状態とデザイアジェムに本質的な違いはない。ベルトさんはこのコアと完全同期したことがあるんですよね。それでもですか？ああ、俺は奇跡的にそれができたが、あくまでジョイスの力に近づいただけ。ただそれだけだ。そうなるとブローニャたちは今までこのコアの全力を発揮させることができていないんですか？ライデン・メイの例から考えるとその可能性は高い。しかし俺が今言ったように、このコア自体が特殊だ。だから俺たちは彼女の成功事例を真似できない。ブローニャはそれでも問題ないと思います。このコアの特殊性がジョイスさんをブローニャたちを助けたなら、きっとそれは最もいいあり方なんでしょう。ベルトさんが言ったように、断りの律者のコアはメイ姉さんとキアナのもののように安定しているわけではありません。ですがいい方向に考えると、断りの律者の力を取り戻す方法はもしかしたらウサギに対抗する方法と同じかもしれません。え？あくまで可能性の話です。その勘みたいなものですね。もしかしたら断りの律者のあり方は成婚計画自体と似ているかもしれませんから。
ヨルムンガンドの話によると、聖魂計画は夢を通して人々の意志を統合し、ひいては終焉を支配する。神話のように不思議な響きですが、もし断りの律者が誕生した状態と比べたら。つまり30万人の思想のこと？はい。律者コアの中にいる彼らは分散式コアを構築するユニットです。断りの律者であり、断りの律者ではありません。そう考えると、聖魂計画が断りの律者コアに与える影響が他のコアよりずっと強いのは、構造が似ているからかもしれません。というより、ブローニャたちは聖魂計画ではなく、断りの律者のコアによってここに閉じ込められているのかもしれません。もし本当にそうだとしたら、ウサギはその隙を利用して断りの律者のコアを刺激し、人為的に分散させることで聖魂により近い存在にしたのかもしれません。ルランダルさんの話を覚えていますか？聖魂計画が直接支配する空間の中にいる聖魂に近い存在は、自発的に聖魂計画を拡張させるという話です。虚数空間の中の不動点、つまり律者コアはその拡張を逆転させることができますが、多くの不動点によって構築された網の場合、もしかしたらブローニャたちは雲の獲物のように深くはまってしまい、動けなくなるのかもしれません。でもそれをどう確認すればいいの？実際のきっかけがまだ足りないみたいだけど。以前も話したけど、千号という名の英傑が似たような答えを探すために古の楽園を破壊し続けたことがあるの。でも楽園はデータ空間だから。現実空間なら空の律者の力を使ってみればいいんじゃない？これが無限に伸びる迷宮じゃなくて固定された網だったら、その弱点を見つけられると思う。
でもそんな弱点って一体。待って、まさか弱点って実は私たちが接触した記憶そのものなの？確かに可能性はあります。網を破壊するならその糸に触れることも必要ですね。非常に難しいと思いますが、キアナ、今度あれらの記憶の中で空の律者の力を使って何か破壊できないか試してみてください。わかったよ。でもブローニャ、わかってると思うけど、そんなことをしたら断りの律者が残した記憶を本当に壊してしまうかもしれないよ。それでも大丈夫なの？ええ、問題ありません。というより、ブローニャは断りの律者の根性を信じています。その根性が現状を打破するきっかけをくれることも。ですから機会があれば思い切りやってください、キアナ。任せて、ブローニャ。それで、あの人がベルト・ジョイスなの？はい。ブローニャは夢で何度も会ったことがあります。ほとんどは何も話さず、ひたすら道を歩いたり、ブローニャの方を見つめているだけでした。ここにはたくさんの記憶が存在します。
なら、これを相手にさっき話したことを試してみる？ええ。でも、キアナ、何か気になることでもあるんですか？そうね。さっきジョイスさんの姿を見たとき、何か話そうとしていたし。はっきりとは表現できないんだけど、あの姿の中にある感情がすごく複雑みたいで、ベルトに似ているような気がするし、ソラのリチシャにも似ているし、シーリンに似たところもある。とにかく単なる断りのリチシャの力だとは思えないんだ。ウサギの影響かしら。それも原因の一つかもしれない。ウサギの正体は本人が言っていたようなシンプルなものじゃないと思うから。シャギアテの成婚の結晶って本当なのかな？あの言い方は一体何を意味してるの？なるほど。そうなるともしかしたら勇敢なもののゲームみたいになるかもしれませんね。勇敢なもののゲーム？キアナ、そろそろ計画を実行しましょう。今から記憶を解放します。現在の心拍数は67、1秒量は 4.28 リットル。身体基礎機能正常。本装置からの離脱を許可します。承認完了。ドアが間もなく開きます。ご注意ください。おはようございます、ヨアヒム。そろそろ朝ごはんの準備をしてもいいでしょうか？ああ、ありがとう、エイダ。食堂で食べよう。今すぐ行くから。大丈夫ですか、キアナ？大丈夫？なんて言えばいいのかな。他人の記憶の中で自分の力を使うことがこんなに大変なんて思っても見なかったよ。リチシャが一緒だったらな。やっと自分の意識をただ観察する状態から解放されたのに、力を使うと記憶がすぐに消えちゃう。ですが、消える直前、あそこには確かに何かが存在していました。ウサギが監視してるのかしら。
わかりません。しかし、こうなった以上。メイ姉さんも準備しておいてください。もう一度チャンスがやってきた時のために。キアナちゃんが作ったほころびについていって、記憶が消える前に雷の律者の力で相手を攻撃すればいいのよね。もちろんです。とにかく、何とかして相手に反応してもらわないと、これ以上のほころびを見つけられません。じゃあ、もっと記憶を探さないとね。地に足をつけて一歩ずつ進みましょう。今回ジョイスの姿はなかったね。ええ、それでも準備が必要です。記憶の裏に隠れた存在に気づいた以上、相手もブローニャたちに気づいて対策を取るかもしれません。とにかくいつでも戦えるように警戒すればいいのよね。その通りです。一応お前にも伝えておく。ブラッドは死んだ。彼は自分の仕事を完遂できなかったんですか？ああ、あのバカ、迫撃砲を使うときに暴発を起こしちまった。おまけに俺たちに金をくれる奴も一緒にあの世行きだ。奴はあっさり行っちまったが、俺たちの雇い主は話せないほどの大怪我を負って、誰のものかもわからん血を使って字を書くしかなかった。どんな遺言かと思ったら、結局遺体しか書いてなかったぜ。30分以上もあんな状態で、むしろ生き地獄だったんじゃないか。
ブローニャ、俺がいつか同じ目にあったら、お前は俺を撃ってくれ。お前のマクシムおじさんはあんな恥ずかしい死に方をしたくないからな。ブローニャの銃の腕は他の人たちよりも優れています。そういう意味で言ってるわけじゃないんだが、ま、気持ちはもらっておくぜ。さあ、ブローニャ、これからが本題だ。今回は金をもらえなかったが、偶然これを手に入れてな。これはパソコンだ。どうだ、初めて見ただろ。結局ブローニャが何かを覚える前に、パソコンはあの火事でお父さんのマトリョーシカ人形と共に灰になりました。シベリアの全てはいつもこうです。何か転機があると思った瞬間にまた絶望してしまいます。しかしそれでもブローニャはシベリアを憎めません。故郷ですし、母なる祖国の物語が存在した場所ですから。いえ、違う。どうしてブローニャは記憶の中でこんな風に自然に思考できるようになったんでしょう。誰ですか？とても面白い表現ですね、ブローニャ在地区。何しろ人類の最も偉大な力は女児にありますから。その声はプロメテウスですか？その名で呼んでも構いません。少し信じがたいかもしれませんが、ウサギの弱点を知りたいなら今の話を最後まで聞いてください。では一つだけ質問させてください。あなたたちの世界の泡は逆転することなく消失しました。メイ博士も一緒です。私はただ運命に恵まれてデータという形でしばらく生きているだけです。この話はここまでにしましょう。未来へと歩き出す人々にとって干渉の情は何の役にも立ちませんから。特に私が新たに掴んだ情報によると、皆さんがまだ成婚計画に抗い、ましてやそれを覆そうとするなら、断りの律者の力はその礎になるでしょう。断りの律者が礎に？
その通りです。話すと長くなります。それにこの美しいとは言えない記憶に滞在し続けてもメリットは何もありません。あなたたちのいる空間に少し細工をさせてもらいますね。その細工とやらでキアナとメイ姉さんをどこに移動させたんですか？あなたたちの立社コアを元にしてそれぞれの逃走ルートを作りました。信じてください。これはより効率的なやり方です。誤解しないでください。別に誰かが足手まといだと言ってるわけではありません。ウサギは断りの立者の力を狙ってますから、より的確な対応が必要なんです。ウサギ、どうして彼女の状況がわかるんですか？確かに不思議かもしれませんね。結論から言うと、彼女が聖魂の一部の機能を活用したおかげで、運よく私の演算システムを世界の泡から転写できたんです。単なるデータのコピーではありません。なので今の私はメイ博士と一緒にいた私と同一人物です。オリジナルと複製品の関係ではないと確信しています。つまりあなたにとってウサギは命の恩人なんですか？恩を返すつもりはないので、その表現は正しくありません。それに彼女の視点から見ると、私も新人類の一員。あなたたちと同じく行動の自由があります。ですが、科学者が迷路試験を受けるラットに自由を与えるとは思えません。いいでしょう。その考えは理解できます。確かに効率はあらゆる問題を解決できるわけではありません。少し焦っていました。それは認めます。だから彼女たちはあなたのそばに戻しましょう。断りの立者。みんな無事なのね。それでどうしてあなたがここにいるの、プロメテウス？あなたたちがここがどこかを理解すれば、その質問の答えもすぐにわかるはずです。すぐにわかるですか？あなたの話を聞いてブローニャもある程度推測できました。ここは月ですし、立社コアの内部でもあります。正解ですか？あなたは勘がとても鋭いですね。博士と私がいた世界の泡のように、ここも聖魂計画によって一時的に再び時間を得た場所です。ただ原因は断りの立社コアの不安定さにあります。でもブローニャ、それからベルトのこれまでの経験から考えれば、断りの立社のコアは他の立社のコアよりもずっと安定してるはず。
もしその理由が羽化にあるなら、四季の律者はもう一つの例外になるわね。いえ、本当の原因はおそらく30万人の思想にあります。30万人の思想？それは断りの律者を構築する礎石じゃないの？はい。しかしウサギの視点から見ると、成婚計画の影響を受けたコアがますます不安定になる根本的な原因でもあるんです。やっぱりそういうことなんですね。言いましたよね、人類の最も偉大な力は女子にあります。断りの律者でも成婚計画でも、その本質は物語にあるんです。物語が強ければ強いほど、それは世界を再構築する力を持つことができます。そして物語が脱構築された時に、それはただの紙くずになるんです。そう言われても、どうして断りの律者と成婚計画が物語になるの？おかしすぎるわ。おかしく感じるのも無理はないでしょう。つい面倒くさがってまた結論を先に教えてしまいました。大丈夫です。これからは違う面からその質問をきちんと整理します。
皆さんも知っているように、断りの律者の力は構築。無から複雑なプロセスが必要になる文明の造物を想像できます。なので、断りの律者の上限は、文明の可能性、すなわち物語の限界、あるいは女児の限界となるのです。物語の限界ですか。まとまりのない体言相互ではなく、充実した内容、人々が心から信じられる物語である必要がありますが、道徳は女児、金銭も女児、言語、風習、美学、どれも女児であり物語です。焼き畑農業の時代から一年、また一年と、人々は己の女児を実践してきた。そのすべての結果が文明と呼ばれています。メイ博士自身の言葉を借りると、文明は虚構から来るが、真実を超越することができる。断りの律者の構築と描写は虚構から来てると言えるかもしれませんが、文明もそうなんですか？もちろんです。生活を構築するあらゆる美しさは人類の発明と創造、もしくは鑑賞や感動から来ています。人類の意志抜きではそれを語れません。でも本来の自然な状態に戻るって話もあるよね。森林公園のリゾートホテルと原始人の洞窟は同じではありません。前者は後者より数倍も複雑な物語になります。ゼロから一へと、文明は虚構にのみ存在する物事を世界に降臨させ続けます。人類は己の両手と脳でその全てを想像しました。そしてそのメカニズムは同じように物語にあるのです。それって文明の伝承のこと？その通りです。人の最初の英雄譚から黒板にある文字と数式、それから電子機器に保存された暗号化データ、どれも女児で、どれも己の物語を作りました。人々は物語の中で戯れ、学習し、物語を通してそれぞれ違う個体を団結させる。さらに言うと、人類は物語に属する生き物で、女児は世界を変える人類の根本的な手段なのです。かつての学者はこういう物語と女児を理性と呼びました。それが構築の律者であるあなたが断りの名を持つ理由です。そしてたまたま3人目の断りの律者であるブローニャの道は物語の伝承で彩られていたんですね。でもあなたの言う物語がそういった側面を強調してるなら、成婚計画はどういう状態なんですか？成婚計画は物語の物語です。物語によって生まれ、それと同時にあらゆる物語を支配しています。もう一人の博士が好む表現を使うと、それは胎児存在の絶対理念で、概念自体の無限です。そして私自身の言葉で説明すると、
成婚計画は文明の螺旋の上昇とともに出現した反動で、母体から離れた女児が自ら存在するようになったものです。つまり物語は人から離れ、自分の物語を語り始めたということですか。はい、こういった状況は人類が誕生した時から存在していますが、ほとんどの人々はそれを意識したことがありませんでした。例えば先ほど言ったように、メイ博士や私にとっては英雄の女児誌もパソコンのプログラムもどれも女児で、どれも物語です。プログラムとデータに同じ価値があるという事実を例にするなら、こう言えます。人の心自体は、あの神経細胞が織りなす網は一つの女児であり、みんなにとって唯一無二の物語を、彼らの自我もしくは神我を構築したと。そこから考えると、人類の文明はもともと物語で、物語を語る存在です。それは理念によって構築された巨大な網で、中のユニットを人と呼びます。つまりあなたの話だと、社会の中で独立していて自由で自分に意味を与える文明の礎石としての物語のユニットが人。そして成婚計画では、そういうユニットは分解、再構築される。それが文明を支えられるなら、どんな形であれ存在が許されると言いたいんですか。優れた理解力です。人類と文明にとっては、これが子供時代から卒業する最も可能性のあるやり方です。子供時代から卒業。似たようなことはすでに歴史で何度も起きているでしょう。あなたの歴史も私たちの歴史も、人によって作られた意味は、どんな時も人類自身に返ってきます。信仰や金銭のために生きる人もいれば、信仰や金銭のために死ぬ人もいます。信仰も金銭も、どちらも人類自身の発明です。広い意味で考えると、社会の礎は偶像から契約になり、産業の礎は自給自足から需要と供給になりました。あらゆる概念は個人から離れた。その中にあるいわゆるパーソナルブランドの主要部は、虚構のブランド、実体のある個人ではありません。メイ博士の思想と違い、彼女の存在は重要ではなく、人類のために戦う律者という事実と違い、律者の名前も重要ではありません。そして断りの律者にとって、この事実はもっとわかりやすいでしょう。つまり、ここにいる人がジョイスでもヨーでも、きっとあなたと同じように悩み、抵抗したくなる。そうですよね。
誤解しないでください。別に偏見はありません。私にとっては自然の人類と虚構の物語こそが世界の運命の両面。人類は物語を支配したい。しかし物語も人類を支配したい。その不思議なバランスにより、果実である文明はより様々な意味を持ちますが。崩壊が降臨し、終焉が近づき、虚構が真実に侵入し始めた時、そのバランスは崩れ、人類も物語も己の立ち位置を探さねばなりません。律者と成婚計画は矛盾する両端にあるのです。一方は文明を必要としない超能力者、もう一方は人に語られることを必要としない万能な物語。もちろん幸いなことに、この矛盾は決して調和が不可能というわけではありません。それは人の律者のことかしら。はい、人の思いを描き、人の行いを形作る。そんな律者は当然文明に属し、虚構を作り続ける人間にも属します。もし終焉を乗り越えられたら。崩壊という名の矛盾も最善の答えを迎えられるはずです。なら成婚計画って一体何なの？メイ博士の言葉を借りると、成婚計画は標準回答です。標準？それは終焉の意味から解釈したものなのかしら。それだけではありません。標準はすなわち最悪、人間にとってもありふれたものだと捉えています。物語は人類の文明の後世に恩恵を与えるあまたの未来図を描いてきましたが、その時を生きる個体に対してそれは成立しません。かつて農民の生活の質は漁師たちに劣り、工場労働者はさらに貧しい生活を送っていました。彼らがいなければ標準的な文明社会は成り立ちません。しかしその時を生きる人々の貢献に報いるほどの女児は存在しません。逆にもう一種の女児に欺かれ、自分の苦難が当然だと思えてしまいます。これこそが人類の文明が編み出す標準の物語。能動的、受動的に、意識的、無意識的に自分の命を他人の虚構に注ぎ、自我の称賛と引き換えに進む力を得る。標準の物語によって野放しにされた虚構のシステムはやがて野蛮に成長し始めます。歴史から見れば、放任は確かに人々をかつての物語から解放します。しかしこの種の解放には高い代価が必要です。山ごと焼き払う行いや人を喰らう羊、共食いの戦争から人間そのものを脱構築させる成婚計画。人類全体を一体として見れば、世代ごとに絶え間なく行われるこの繰り返しは常に最悪の答えを選択している。つまり虚構で現実を否定しているのです。しかし断りの律者の精神は紛れもなく現実の継承です。だから断りの律者の力は成婚計画に抗う礎と言ったんですね。
対象がただの虚構だけなら、あなたはすでに結論に至っています。しかし、現実と向き合う必要がある以上、よりミクロな分析が重要になります。ですが、私たちはこの場に長く留まっています。効率を考えて、歩きながら話すというのはどうでしょうか。ブローニャは構いません。でも、キアナは相当足が疲れていますよね。そこまで飽きてるわけじゃないから大丈夫だよ。でも、プロメテウス、あなたの言う歩きながら話すって、さっき見た記憶のことも含まれてるの？もちろんです。何しろ、先ほどの行動の作戦は、本質上は正しいのですが、いささか効率が悪く、これから話すことはそれを最適化させる原理でもあります。ウサギから聞きましたが、ブローニャ、断りの律者であるあなたは分散式コアを持っていますよね。しかもそれを30万に分割できると。その話は本当ですか？はい、ベルトさん曰く、彼らはベルリンで起きた崩壊の犠牲者たち。滅ぼされた都市が世界に残した最後の残響です。通りで、目の前の空間がこのようになっているんですね。成婚計画にとってこの時代で最も脱構築されやすく、かつ最大の脅威ともいえる律者は断りの律者です。しかしウサギは自ら手を下す必要はありません。最初の段階でタイミングを見て、成婚計画にあなたの弱点をバラすだけで十分です。では最後の藁になったのがケビンとの戦いなんですね。ええ、その戦いによってもともと不安定だった断りの律者の力がさらに消耗したのです。そして高次元に存在する成婚計画に侵食され、バラバラになった。その後残った不動点が終焉によって滅ぼされたもう一つの小さな世界の泡に導入された結果、あなたたちは逆にここに囚われる羽目になりました。知っての通り、ウサギの成婚計画は夢と一般人の意識をつなげ、それをレンガにしてある種の虚構ずくめな文明の運び手を作り上げます。それは断りの律者の誕生と似ているような感じがしませんか？それはつまり、ベルト・ジョイス、彼は成婚計画が神のアダムを生み出すのなら、初代の断りの律者である彼は間違いなく人のアダムです。それについてよく知らないあなたが彼のことをそんな風に評価することに少し違和感がありますが、一つだけ確かに当たってることがあります。ベルリンの崩壊事件が発生するまで、ベルト・ジョイスと呼ばれる意識は地球上に存在しませんでした。ほぼ無から誕生したとも言える律者は、偶然とある犠牲者の精神の影響を受け、本能的に他の犠牲者の思想を集めるようになりました。そして思想が豊かになり、次第に彼の律者コアも完全体になっていきました。彼が何をしたのかは誰も知りません。しかしその数々の思想、都市の残響は
救世主への呼びかけであり、崩壊に対する人々の最後の反抗だと誰もが知っています。そして廃墟から立ち上がったのがベルト・ジョイスという名の男です。足元にあるのは怪人のみだとはっきりと分かっていました。それでも彼は悔しかったんです。望まれた救世主になろうと彼は必死に心のかけらを拾っていきました。彼らの名も過去も知らずにいる。多分全ては意味のないことだと知っていたはずです。それでも彼は彼らの最後の誇りを必死に守り、やがてその誇りが奇跡へと変わりました。蝶が指先に止まり、彼がその羽を直す。世界の子供はこうして深い眠りについたんです。その頃は律者の力さえ目覚めていなかったのですね。はい、私たちの時代にとって紛れもない本物の奇跡だったんだと思います。でしたら人のアダム、この表現は合っているのですね。彼への敬意から見ればそうでしょう。しかし救世主もアダムも彼にとっては教義の比喩に過ぎません。短い人生の中で彼は様々な才能を持った人々と出会いました。そのことで自分の力の源は普通にあるのだとより確信したんです。自身はごく普通の世界の子供だと信じ、そんな気持ちを抱えながら自分を犠牲にし、暴君の手から周りの人々を守りました。自分の意識が消え去っても断りの律者の力は同じように普通の人々に受け継がれていくと信じてたんです。救世主など必要ない、俺たち自身で自分たちを救う。救世主として生まれたのかもしれませんが、彼の信念は教義の救世主の概念を超えています。律者は崩壊の使徒ですが、人類の戦士になることもできます。悪魔でなければ天使でもない。全ての律者は単なる普通の人間に過ぎません。説明ありがとうございます。この時代にとって断りの律者という名前が一体何を意味するのか、これで十分に理解することができました。しかしもしいつか断りの律者を表す30万人の思想が世界を救う妨げとなってしまったら、三代目の断りの律者、あなたは何を選択しますか？世界を救う妨げ？ひどく辛い選択であることは理解しています。ですが断りの律者の力は崩壊寸前で、聖魂計画に制御されやすい。このことが私たちを阻んでいるのも事実です。30万人の思想は規模が大きく複雑かもしれませんが、70億人を包括する聖魂計画から見れば30万人分の無教を追加するに過ぎません。もちろん歴史を軽んじるつもりはありません。ただ私は断りの律者の力と同じ性質を持つ聖魂計画に対抗するときに必ず向き合う苦境を説明しているだけです。
皆さんをバラバラにしたり集めたりしたのも一種の試みですが、実際断りの律者の力はボロボロで、成婚計画の網の中でも下方に位置していました。プロメテウス、あなたの目的は他にあるんでしょう。ただそれを知らせたかったってわけじゃないのよね。私もそう思う。さっき計画があるとかなんとかって言ってたし。はい、律者コアに取り付けることで神の鍵を構築できる人工知能として、私はブローニャを助けることができます。ある程度律者コアの構築形式を変更できるのです。疑似ウカとも言えるでしょう。別に専門用語ではありません。あなたの状況を考慮した造語にすぎません。疑似ウカですか。本物のウカとは比べ物になりませんが、こう理解してください。成婚計画がどんなアルゴリズムで30万人の思想に影響を与えるかを教えるだけです。もしそれが反撃の方向を示してくれるなら、力自体が強大かどうかは重要ではないのかもしれませんね。でも私たちはいろいろなことを話し合ってきましたが、ブローニャには未だに理解できないことが一つだけあります。プロメテウス、あなたはどんな立場で私たちを助けてくれてるんですか。何しろ前回別れた時はそういった成婚計画に対する見解を教えてはくれませんでしたから。前回会った時の自己紹介を覚えていますか。私は自分がペシミストだと語りました。当時のあなたたちが理解できない理念を話しても何の意味もありません。逆に混乱させてしまうかもしれませんし。それに先ほど言ったように、ここに現れなくてもあなたたちは自分の力で一歩一歩真実に近づけたでしょう。ブローニャちゃんへの質問の回答になっていないわ。ではこういった説明はどうでしょうか。私は自分なりの解釈でメイ博士の立場を引き継ぎました。ブローニャ、断りの律者のコアにとって成婚計画はある種のハッカーみたいなものです。コアの内部にある30万人の思想にハッキングすることで、それらの思想はおのずと自身の物語を失い、成婚計画の奴隷となります。成婚計画が一種の夢なら、手っ取り早くそれを取り戻したい場合、彼らを呼び覚ますのが一番です。もちろんメガホンを手にして意識のかけらの中を叫んで歩くわけではありません。あなたがすべきことは、残された律者の力で成婚計画のコードを逆コンパイルし、さらに力を集中させてその一部を制圧する。この方法を使って一点突破さえできれば、好き放題に暴れることができ、あなたたちを捕らえているこの虚構の網を破れます。なるほど。
毒を持って毒を制すのですね。はい、当然このやり方にも相応の代価があります。そんなことをしても30万人の思想がダメージを受けないという保証はありません。彼らを再度集めようとしたら、逆にその一部を永遠に失ってしまうかもしれません。問題ありません。ブローニャはとっくに覚悟を決めています。断りの律者のコアが今まで受け継いできたもの、それは人類のために戦うという意志です。ただ自分勝手に存在することではありません。ジョイスさんはこの物語のプロローグで自分を犠牲にしました。それならブローニャのエピソードで歴史的価値のためにためらうわけにはいきません。安心しました。それなら問題ありませんね。ではあとは逆コンパイルをしてコードを模倣するだけです。ではブローニャ在地君、準備をしてください。これから私が独自に理解した全てのソースコードをお見せします。コードですか？成婚計画の源は遺伝子工学にあります。それにいわゆるコードとは人類が掌握できる最強の女児道具です。したんですか？文法の教科書を参考にしながら成婚計画のソースコードを説明するよりも自ら語ってもらった方が便利でしょう。最も基本的なロジックは存在と呼ばれます。これは虚構が成立する礎であり、あらゆる抽象概念の根源です。発射、ファイヤー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 、射撃開始、発射、ファイヤー、ファイヤー。一緒に戦う感覚、嫌いではありません。この存在の上にある、まあ専門用語は置いといて、とにかくそれは存在にとって重要な2つの性質、実質と変化を表しています。そして、
生根計画のコアユニットは理念です。理念は人々を導き真理の輪郭を映し出します。理念とは永遠の矛盾に陥るもの。しかしあえてそんな形で自分の存在を示すことで実在と虚構の境界を消し去ることができるのです。生根計画の中では生命が最もストレートな理念であり絶対性が最高級の理念です。この性格は生命の絶対性を虚構にしつらえるもの。絶対性から解放することで自身を超越する真理へと変貌させるのです。超越の代価、その一般的な形式が死です。個体である生命は死に抗いづらい。それ自身も矛盾の一つです。生命は虚構から自己の普遍性を見出しますが自身は個体という存在に過ぎません。だからこそ生根計画にとって個体の死は先進的な意味での前進になるのです。何しろ計画からすれば文明とは数多の世代の人々がそのむくろと遺言で築いたものですから。まあこれはこれで。ブローニャ大丈夫？大丈夫です。だんだん分かってきました。重装ウサギ以外の機械のシステムと会話をするのはどんな感覚なのかを。効率と需要力を考慮した上であなたにとって最適な帯域幅を選択しました。そうじゃないと機械の情報が私たちの脳を覆い尽くすんでしょう。その発想は面白いですね。古代から今に至るありとあらゆる知者の脳を加えても機械が操る膨大なデータの波に耐え切ることはできません。機械が人間を片付けようとするならこれが最もシンプルで実用的な方法です。でもその方法で雷の律者を処理することはできないわ。確かにそうですね。しかしそれは今の苦境とは全く別の話になります。まずは一旦視点を断りの律者に戻しましょう。ブローニャ、先ほどは最短の時間で生根計画のフレームワークをあなたに理解させました。今断りの律者の力はほとんど残っていませんが30万人の思想を一つ一つ取り戻していけば真の断りの律者になれます。だからこそあてもなく濃度をたどるよりも重要な経路の発見方法を見出す必要があるのです。その上で先ほどブローニャの脳で試したように妥当な策を実行すれば確実に断りの律者は生根計画を超えるための堅固な礎になります。発見方法、つまりコアの中にある30万人の思想は絶対的に平等というわけではない。だから重要な濃度さえ制御すれば争奪戦で勝利できるって意味ですか。飲み込みが早いですね。ではそれをやり遂げることができるかどうか早速実験してみましょう。前の人間のやり方を模倣し生根計画の力を借りて前方に新たな記憶を浮上させます。全てがうまくいけばあなたの力はケビンと戦う前のレベルまで戻るでしょう。前の人間、さっきも彼と会っています。名前は言わなくても分かりますよね。ベルト・ジョイスさん、
到着しました。これは記憶以外にも何か混ざっているんですか？素晴らしいですね。どうやって分類すればいいかも覚えたようです。成婚計画はそれをくさびにし、30万人の思想の中に植え込みました。なのでとある異物も断りの律者の内部に埋め込まれたのです。先に進んでください。そうすればなぜそうなったのかがすぐにわかります。それで、そろそろゴーストタウンがどこに消えたか教えてやろうか、アレクセイブナ。ゴーストタウンですか？ブローニャが生まれた。そうだ。シベリアにはたくさんのゴーストタウンが存在する。お前の母のアレクサンドラもその中の一箇所で暮らしていた。それも一箇所だけでな。お前はもう10歳だ。危険を分別して自分を守る力を持っている。同時に唯一の生存者という重さも理解しているはずだ。今なら自分の本当の故郷がどこにあるかを知る権利がある。ブラッドがいつも自分をモスクワ人って呼ぶのと同じようなものですか？その程度の器しかないのさ。俺なんかタギル生まれだなんて一度も言ってない。まあ奴にとってウアル山脈には特別な意味があるんだろうな。ウラル山脈ですか？異物はここに埋め込まれたんですね。おめでとうございます、ブローニャ。彼女に関する最初の秘密を見つけましたね。彼女ですか？ええ、誰のことかは分かりますよね。なので今重要なのは、成婚計画の助けを得た彼女が自分の記憶をあなたの不安定なコアに植え込んだという事実です。つまり以前あなたがほのめかしたように、成婚計画と断りの律者の類似性が原因で、彼女は断りの律者の力をとても恐れているんですか？いいえ、彼女の動機はおそらく違います。しかし動機など行動に比べればそんなに重要ではありません。機能上彼女が植え込んだ情報はもともとコアを侵食する能力を持っています。ただそう焦らなくても大丈夫です。相手の出方を逆手に取り、隙を見て主導権を取り戻せば互角に渡り合えるようになるでしょう。キアナとメイ姉さんは以前と同じように
一番脱出しやすい位置に送ります。あなたが何らかの形で断りの律者の力を回復させることができれば、彼女たちも自然と現実に戻れます。となると、ブローニャはこのインプラントの偽装を暴いてコアが隠れられないようにすればいいんですね。はい、要点をうまくまとめられてますね。断りの律者、その力が過度の虚構によって崩壊するのであれば、自然と現実への回帰で回復させることができるでしょう。記憶の中にブローニャの実体が存在していますね。それは断りの律者のコアで見つけた空間、あなたが見つけたインプラントの本来の姿です。もう少し奥のエリアにたどり着けるのは、成婚計画と密接な関係がある彼女と断りの律者であるあなただけです。しかし律者コアは虚数空間の不動点です。難易度を考慮しなければ、進むことで仲間のために次元を乗り越え、現実に帰還できる道を切り開けます。この先で、ブローニャは何に出会うのですか？歪んだ一つの心です。こう考えてください。彼女は、ベルト・ジョイスとは正反対の人物です。彼女は成婚計画を実行する上で断りの律者を警戒し、そして彼女自身も断りの律者を妬んでいました。誤解しないでください。彼女はわざとあなたたちの敵になっているわけではありません。何はどうあれ、あなたたちは同じシベリアの娘。どちらも、ウラル山脈の子供なのです。プロメテウス。回線が途切れたようですね。これは？いや、私のせいじゃない。違うの。私は、
私は人間になったの。これはすごく面白いわね。何が起こったの？機械から壊れた機械に変わったのね。なんだか無駄話にしか聞こえないわ。けど、ええ、大丈夫。あなたの顛末を私に見せて。あなたは消えてなんかいない。消失が概念であるとき、それは同じように存在することになる。そうよね。4年前に完成。メインとなる技術の情報漏洩を防ぐために3つの企業がそれぞれ部品を製造した。数年間店名で働き、メンテナンスを3回実施。第6の神の鍵を捜索する任務中に発生源不明の崩壊エネルギーを大量に浴び、それによって壊れた。大量の崩壊エネルギー？確かにこの辺りで何かしらの災害が起こったみたいだわ。もしかしてそれが私が限界突破できた理由？この情報は以前見たものとそう変わらないわね。第6の神の鍵。これが彼らが探していたもの？関わりがあるのは武器そのものじゃなくて、それについている血液。君も知っているように、その体内に流れるシャニアテという名の清潔は範囲内の崩壊エネルギーを一瞬で消滅させる。崩壊と戦う上で君の血液は確かにとても効果的な道具だ。
つまり、もし止められないような敵に遭遇したとき。ああ、君が思いついたように、力尽きるまで戦うより、相手に向かって動脈を切った方が効率的だ。だが、神殺しの槍に何らかの進捗があるまで、そうすることは許さない。大量に血を失ってしまうと、君の場合、一般人のように輸血を行って応急手当をすることはできないからね。実際、神殺しの槍の開発の第一歩となったのが清潔のクローンだ。だが、たとえ開発すること自体はできても、量産方法は見つけづらいだろう。だから、特殊な状況を除いて血液を武器として使ってはいけない。しかし分かっているよ。君のことだ。この程度の説明では無駄死にを止めることはできないだろう。君はまだ若い。その身で1分1秒ごとにシャニアテの血筋を感じ取ってはいるものの、そのおかしさについてはあまりにも無知すぎる。聖魂の呪い、この話をするのは初めてだね。聖魂の呪い？その通り。カスラナ家とは違い、シャニアテの血筋を維持しているのは偶然の遺伝的な変異、もしくは阻害の情報。今君の体内にある清潔、そして君自身の遺伝子は僕が情報を分類し、その純度を高めて作ったものなんだ。それはあくまで改良じゃなくて分類だ。残念ながら、いくら僕でも副作用を起こしやすい情報を遺伝子から取り除くことはできない。司教様でもできなかったんですか？唯一の方法はある。だがそうすると君は一般人よりも衰弱してしまう。最強のバルキリーになるなど到底無理だろうね。実のところ、シャニアテの聖魂、そこに秘められた矛盾は君の想像をはるかに上回っている。長年にわたって伝わってきた同族が持つ二つの全く異なる力を不思議だと思ったことはないかい？全く異なる。自身の操る崩壊エネルギーを強化するのが得意で戦士になったり、崩壊エネルギーの侵食を弱めるのが得意で医者になったりすることですか？その通りさ。シャニアテの血筋は自身と衝突し矛盾を起こす存在なんだ。僕を含む多くの末裔はその衝突の結果、いささかな崩壊エネルギー体制だけを得た。これこそが聖魂の呪いだ。どちらかの純度を上げると、ただ清潔を提供するだけの実験対象、もしくは崩壊エネルギーを短時間自在に駆使し
その後はすぐさま命を失う存在になる。では司教様は一体？思いついたかい？僕は中和の部分は血液に、強化の部分は気骨に効果が出るように調整したんだ。100年以上の時間がかかったけどね。それについて詳しく説明する気はないよ。ただ君はもっと誇っていいのさ。たとえ自分を道具だと思い込んでいても。まあその話は一旦置いておこう。とにかく君は衝突する力を一つにまとめ、手にした黒煙白火で創生と朝礼の力を発揮することができる。もしその微妙な均衡を破ることを選択した場合、放たれた清潔はその効果を発揮し、君が犠牲となった地は崩壊の禁域、人類の楽園になるかもしれない。同時に、もし僕が心配したようにそれが反転し、未処理のまま君の体内から流れ出てしまったら、崩壊を呼び寄せる毒地へと変貌する可能性がある。もちろん他にも意外とも言える可能性は存在するだろうね。だがその時に何がどうなるかは僕にもわからない。でもそれは私が知りたいことと全く関係ない。最初からある情報しかないのね。ごめんね、ジークフリート、嘘をついちゃった。今回は一緒に帰れない。ごめんねキアナ。大きくなったらちゃんとお父さんの面倒を見てあげてね。もちろん他にも意外とも言える可能性は存在するだろうね。だがその時に何がどうなるかは僕にもわからない。つまり私、
なら、さっき見てきた光景も、大二次崩壊によって。第六の神の鍵を捜索する任務中に、発生源不明の崩壊エネルギーを大量に浴び、それによって壊れた。やっと始まりますね。ブローニャ、キーとなる濃度をどう制御すればいいのか、やっと理解できたんですね。断りの律者だけに向けられた行為ではないのですね。無造作な行為に見せかけて、他人に自分の過去をさらけ出す。そして私には自らの意思でこの対局の見届け人になってほしいのでしょう。なるほど、実体という形で直接存在する聖魂なんですね。
不条理ではありますが、メイ姉さんが得た情報と一致しています。続いては剥離の準備です。やっぱりさっき見た記憶はキアナのお母さんと関係があるんですね。進捗が少し遅れていますね。ウサギが植え込んだ他の情報も探してみましょう。多分あと5つぐらいはあります。その通りさ。私はかつて地獄の惨状を誰かに聞かされたことがある。追放の地、苦痛の地、陸地には燃える茨が至る所で這い、ゆるりと流れる川には硫酸が注がれている。悪行を成した者はそのうちにあるレンガのように永遠の炎に投げ込まれ、己の罪のせいで永世に火炙りに処される。罪が深ければその分火は燃え盛る。それは死を超える苦痛。逃れる術はなく、終わりなど訪れない。それでも希望が全くないわけでもない。話を続けてもいいわよ。私にそんなことを語るだけで、自分が再び死んでもいいのであれば。構わない。物事の意義とは
常に終わった後で示されるものだからね。ともかく極悪でありながらも地獄の受刑者たちのために泣いてくれる人がいるなら、その涙は炎に向かってこぼれ落ちる。それだけで受刑者たちの苦痛は和らぐ。十分な涙があればしばらくは炎を消し止めることすらできる。つまりあなたも同じように私の罪は許されがたいものだと思っているのね。それも情けを施されるのが難しい類のものだ。君もまた死を超える苦痛に身を置いている。その劣化を終わらせるどころか弱める希望すら君には存在しない。さもなければこうして話すこともなかっただろう。そのことを話したのは慰めてくれてるからだと思ってたわ。向かい側の来客である以上、君は物事の本質まで容易にたどり着ける。隠したところで力の無駄に過ぎない。そう、言わせてもらうと、どんな方法を取ろうと、より一層君が感じる絶望の色が濃くなるだけだろう。その方が私の利益と一致する。そうすることで命を引き換えにした最小体が成功しうるからね。ヨルムンガンドに来るといい。そうすれば君の望みは叶う。答えは知っているはずよ。あなたが口にしていた成婚計画、たとえそれが未来の現実だとしても興味がないの。私からのお願いだとでも思ってここから立ち去りなさい。今でもまだ慣れないの。他の命が自分のせいで散り去っていく姿を見るのは。その必要はない。この距離で君と長く共にいたんだ。この体はすでに修理不可能になっている。以前と全く同じね。ああ、それにヨルムンガンドに勧誘するための条件、それは君が望んだもの。つまり死だ。意味がよくわからないわ。君の体だけが異常なわけではない。私がいつも見つけられる以上、君のことを知り尽くすのも難しくはない。例えば死を超える苦痛を常に感じるため、君は数十回ほど自分を始末しようとした。あいにくその半数くらいは直接見ることができた。あなたって本当に気持ち悪いわね。目的を成し遂げる手段に可愛く見せることなど不要だろう。
君はほぼ空っぽだ。ただ自分を殺すことにかけては恐ろしいまでの想像力を持っている。それは奇想天外で全く意味がわからない。空気を必要としないにもかかわらず深い水中に飛び込む。実体を持たないにもかかわらず刃で身を貫く。今日はその無益な暇つぶしを終わらせる確実に有益な希望を提供するために来たんだ。例えば。ごめんなさい、少し来るのが遅かったみたいね。おや？あなたも知ってる通り、私は自由に人々の体内にある精魂が覚醒するように働きかけることができる。だが私も同じように初対面の時からすでに君がそれを諦めていることを知っている。でも今日こうしてあなたを拒絶する理由もそこにあるのよ。精魂の強制覚醒に耐え消え去ることのない人。それは意外だ。適合者はごく少数しかいない。一度消えてしまえば二人目を見つけることはとても難しい。あなた！ブローニャと同じですね。彼女はシベリア以外のところにも現れています。それに、そこから誕生したように見えます。道理で周りが雪原なのですね。そしてあの頃の雰囲気、今とは完全に違ってるようです。それでは続けましょう。なぜかおかしいところがあるような。重曹ウサギ、
イデアの種はあとどれくらい残っていますか？数え間違えていませんか？なるほど、最初から誰かさんはチートしているんですね。シャニアテの清潔の反面は崩壊エネルギーの影響を強める一つの観念です。仮に彼女がこの世に初めて生まれたイデアだとしたら、シベリアが見捨てられた地になったことを天命とネゲントロピーが知らないわけがありません。第二次崩壊は逆に彼女の盾になったんでしょうか？でも断りの律者をやっつけるために彼女は自分の過去という切り札を知られてしまいました。ではブローニャが今しなければならないことは、つまりブローニャは歴史から彼女の隙を見つけ作戦を改善しなければなりません。私は死んだはずでしょ。どうして？何か方法が、全てを終わらせる方法があるはずよ。滅ばない存在なんてない。もう一度試してみましょう。やはり前に見た通りです。記憶の主が死んだら物語も終わる。そしてブローニャはいつもウサギの視点で関わっています。でもその全てが彼女を死ぬほど苦しめているというのなら、彼女はどうして今何もないかのように現れたんでしょうか？崩壊獣でさえも彼女がもたらす崩壊エネルギーの異常を受け止めきれないんですね。もし普通の人間だったら。どうやらいろいろ試して彼らにとってより良い対応方法を学んだようだ。君の今の気持ちは分かっている。何しろ
あの崩壊獣たちを生み出したのは君なのだから。あなたが誰なのか、私のことをどれほど知っているのかはわからないけど、でももしその命が欲しいというのなら、私から離れなさい。構わない。君の影響がある半径を丁寧に計算した。私はちょうどその中に立っている。君の元に行くと決めたからには、一度死ぬ程度は受け入れられる代償だ。世の中の人は皆、シベリアで発生した不規則な崩壊現象は第二次崩壊が残した影響だと思っている。遠隔操作しているのね。あなたはここにいないの。私はどこにでも存在する。しかし、あの製造者の定義で言うなら、君の目の前に立っているこの体は確かに生命、あるいは人間と呼べるのかもしれない。公平性のため、私の質問にも答えてほしい。私が全ての元凶だと確信しながら、なぜ知っていることをわざわざ聞くの。ここに来たのはもう一つのミッションに必要な人物を物色するためだった。君こそが最大の収穫だ。出発する前は予想だにしていなかったが、残念なことに今まで君に会うことができなかった。君の存在は安定していない。だから天命もネゲントロピーも君の存在に気づかなかった。それもまた君の創作の妨げになった。かつて数回やっとの思いで手がかりを得た時があったが、君の姿形はすでに現実世界から消えて理念の場所。聖魂空間に帰っていた。驚くことはない。聖魂の奇跡を目にした人々の中では、私は知っていることが少ない方だから。それで君は自分の現実の存在を安定させられていないようだが、私はここに現れるべきじゃない。それどころか完全に消えた方がいいのよ。それにこうしてあなたに見つかったでしょう。それはただ君と私が似すぎているからだ。自己認識から言えば、私は君と同じく消えるべき何らかの副産物でしかない。ただただ偉大な願望に関わる信念を除けば、私をただの商売人だと認識してもらっても構わない。それは君を探している目的でもある。商売？
ヨルムンガンドに迎え入れたい。私のことある種の兵器だと思っているなら、それはお門違いよ。それに私の望みはともかく、私を利用して他人を傷つけようとしたら、逆に自分自身に害をなすことになるわ。おや、それは誤解だ。君は孫子より強い武器ではないからね。私から見れば、君の性質は重要ではない。重要なのは君に何ができるかだ。できる？人間の体内の成功を活性化させたいの？いや、そうではない。君なら呼吸するように簡単にできる。神業と呼んでもいいだろう。しかし、ヨルムンガンドも実現できる技術を持っている。それに君もそのやり方の限界を。適合者は1万人に1人もいないという事実を知っているはずだ。じゃあ、あなたの目的は何？おそらく君が無価値だと思っているものだ。おや？彼らもダメだったようだ。君は今この時、まだ救いの手を差し伸べなかったことを後悔しているのだろうか。それともその手で彼らを殺すより罪悪感が減っただろうか。救いの手を差し伸べるか。最初は人がたどり着けない洞窟の奥に自分を閉じ込めたの。おや、当時は君がもたらす増幅が崩壊獣を無限に生み出すことを知らなかったのかい？ええ、あの造物たちがもたらした災いを知るまでは、私の感覚が普通の人間と同じであったなら、おそらく安心してずっと自分をあそこに閉じ込めていたでしょう。でも私がこの世界に現れるたびに、苦痛や悔しさ、死、似たような思いは四方八方からどんどん湧いてくる。それで分かったの。自ら近づこうとしなくても、私が災いの源であることは変わらないって。それから私はそこから離れ、この手で自分の過ちを償おうとした。普通の崩壊獣はもちろん君に危害を加えることはできない。確かに。でも結果はあなたも予測してたはずでしょう。人間を噛みちぎろうとする崩壊獣を止められたとしても、私の出現は彼らを別の形で死なせることになる。誰一人逃れることはできない。余計なことかもしれないが、誰も自分の天賦のために責任を負う必要はないと私は思っているがね。
何はともあれ、私もシャニ宛てだから分かってくれる。だから人間の体内の精魂を呼び覚まし、君に適した存在にすることを思いついたのか。そんな風に考えたことがなかったらよかったんだけど。理解できなくもない。それは俗世ではある種の殺戮だから。見ての通り、誕生した時の私がただの呪いなら、今の私は自らの手で自分を怪物にした。私のような怪物からあなたたちは何を得ようとしてるの？一体何が得られるというの？やっぱりな、私が気にしていることを君は言っていない。君からすればそれは意味のないその場しのぎの対策だったのだろう。もちろん前例があったとしても君にできるとは思えない。だからこの命の本当の使い道はここで明らかにするべきだと思う。使い道？ある行動は君にとって人々の物語を補完する手段でしかない。だから君のために死んだ人間を救うことはできない。しかし私からすればそれは奇跡のような未来を意味している。君の特質のせいで私は死んでいく。もう助からない。さあ、君が昔にしたように私を現実の存在からただのデータに転写し、イデアの形で保管してくれ。私の全てを手に入れた暁には言葉よりも効率的なコミュニケーションの手段で君は知るだろう、真の精魂計画とは何かを。彼女は精魂計画の鍵というだけではなく、ある意味でその起源なんですか？つまり。つまり彼女は誰よりも慣れている遊び方を選んだ。それに精魂計画を利用してチートすることもできるんですね。
選手でもあり審判でもある。彼女が決めたルールの中では何をしても無駄です。おそらくプロメテウスは間違っていません。リツシャコアの構築形式を変えればブローニはバンを覆すことができます。でもそれをするには今までにないようなきっかけが必要です。そうでした。この空間では聖魂計画の力と互角に戦えません。さあ、バンを覆す本当のチャンスを作り出すために、ブローニャは負けを認めます。やっぱり失敗したの？私も彼女もブローニャも。